あれか、目の前に見えるのが比叡山と思われるんです。後ろが琵琶湖でしょ。はい、そうそう、なんかそうだよね、坂の、当たり前ですけど坂の下が琵琶湖ですね。そうです、そうです。だから、いや、私が比叡山、ムキさんに昨日聞いたら比叡山って険しいんですって言ったら、そんなにないはずだよって。え、じゃあ例えば私が高尾山登るぐらいのテンションで登れるんですかって言ったら、全然行けると思うよって。高尾山の方がきついんじゃないの。マジで行けないんだよ、登りに。分かってないかもしれないですよ高尾山も分かってない。さて2個目のトピックは、自分すげえ運いいんだよなっていう話とかあります。強運のエピソード。強運エピソードありますあります、ね、ありますよ。だって、ね、まさに今日起きたでしょ。あ、そうね、そうね、確かに。シェアすべきかわからないけどそれはいいんじゃない、しなくて。 それは確かに強運だよ。強運、強運中の強運。アウトだったらどうしてとかね。そうですね、しょうがないか。まあ要は会う予定だった人たち、会ってた人たちの、まあ先週会ってた人たちの一人がコロナに感染して、うん、でっていう連絡が来て、あれ俺かぶってるんじゃないと思ったら、かぶってなくて、かぶってなくて、ででももし昨日の行動の選択肢の中で一択選んでたら、また会ってた、また会ってたっていうから、うん、会って、そこで会ってたら濃厚接触、少なくとも濃厚接触になりましたってことは、次の中野講師に行けなかったっていう。すごい高ティーチのこの期間でいなくなられたら、さすがにまあ一回ペルビスもありましたけど、これは最後の最後の最後でした。最初はちょっとね、ペルビスはいけるかも話しちゃって、ギリいけるかも、ダメできたら意外と、まあ、ペルビスは最初からなんかトレーニングしてる時からこれはいけると思ってた。でも一番最初、そのまあ新しい講師を教える時に、我々基本大きく3ラウンドするじゃないですか、はい、大きく。でまず1回目はその高ティーチの第1回として、基本的には2時間ずつのこの交代で2日間の講師をやっていく。ちょっと今回はあやだイレギュラーにしてる。でそれを基本2週立て続けてやるんだよね。ファーストラウンド同じ割、時間割で2時間、2時間、2時間、2時間とかで消化していって、で、一週末初めて第1回終えます。第2回も同じ割でもう1回やって、より良い内容にできたなって思ったら、数ヶ月した第2ラウンドで全部ひっくり返すね。自分が今までやらなかったところを教えて、教えました、でもう1回教えました、よく教えましたをやってから、最後におせんべいで言うと、さあラストの焼きをまた表に戻る感じで、もう一回やって納得がいくところで工程1が終わり、うん、じゃあまた別々でやりましょうかです、ね、今のフェーズはね、さすがに無理よね、相手のところを教えるのは。そうね、あの可能かもしれないけど深みはゼロでしょうね質問しないでくださいここはちょっと突っ込まないでくださいみたいになっちゃうから、ね、髪はゼロでしょうね、はい、それはやっぱね、お金払ってきていただく人にできないですよ。髪はないかもしれないけど、はい、もしかしたらあの自宅からオンラインティーチングをしてもらわないといけなくなってたら、そうですね、もしそんなようなことが起きてしまったら、はい、ちょっとここまで来たからには逃げ切りましょう、もう最後まで。あれですか、ラスト3人とかおお、四天王から3人、四天王からまた減って1個3人になりました。ちょっとフローサイズ、仕事のグループで60人ぐらいいて、アメリカの方のグループで60人ぐらいの一人として働いてて、その中の50何人がもうコロナ感染してる最後の4人まで残ったのは聞いてたけど、まだかかってない。で、1人滑落しちゃった。1人滑落しました。ラスト3です。残ってる中の1人が検査、はい、多分みんなお前らはなんか血の中にお前ら持ってる王者になってほしいよ、どうすんなら。もういい、終わってほしいなんかでもここまでかからずに頑張って残ったなら、まあ今年度いっぱいは見えたいなっていうのは別に4月以降かかってもそこまで大きくして迷惑かけないと思うけど、そうですね、はい、いやまあ無事健
康にもうちょっと落ち着いてくるのが一番いいですよ。でも強運でいうとケニーはさ、逆の運もあるじゃないですか。いやー、ありますよ、飛行機運の素晴らしい。飛行機運は数ある飛行機エピソードで何が一番トップ2思い出に残ってるのは、ロンが、ロンファミリーが日本に行きます。で、ロン、2018年か。6月です、覚えてますよ。ロンファミリーが来る、で、ロンが日本で、英語でサービスをやります。そうです、そうです。で、日本でやって、まあ、英語、日本だけど、英語でやります。で、まあ、サポート的な感じで、チャイさんとヌッキーさんが入る、俺も入る。だから本来2日のところは3日かけてやろう。そうそう、ゆっくりちゃんと時間使って質問とかにも答えたい。すげえ楽しみにしてて、うん、しかもすごいよね、その本来2日の講習会を3日間金土日とかで行うけど料金変えないっていう。すごい、どれぐらいゆっくりしっかり教えたいって言ってくれて、で、まあすごい楽しみにしてて、で、ただ仕事がアメリカの方で入っちゃって、で、すごい長い1ヶ月ぐらいの、ね、仕事でしたね、確かに、うん、1ヶ月ぐらいの仕事で、最後ヨーロッパか、ヨーロッパからフランスでの最後の試合が終わって、うん、で帰ってくる、うん、帰ってきたら、まあ、2日目から参加できるよってなったんですよ。そうね、2日目から参加できる。1日目の夜に着いて、で2日目に合流できる、まあ、それでもすごい楽しいってなってたら、試合が夜始まって9時のキックオフで、うん、で12時ぐらいに回って全部片付け終わって、次の日の朝の6時のスピードでわざわざ寝ないで空港行ったじゃん。そう飛行機で寝られるよ。仲間うち何人かでもこのまんま朝迎えてそのまんま空港行こうっつって、空港着いたら全便キャンセルされて天気は良かったんです。なんか、フランクフルトの天気が悪かった。なるほど。でフランクフルト経由がめちゃくちゃ多いから、うん、フランクフルト経由の便は全部キャンセルになって、でここに寝てない やつらが5人ぐらいいるわけですよ。朝一空港行ってまさかのキャンセル、まさかのって。で次の日いつですかって言ったら今日の夜ですみたいな。で十何時間あって、もうホテルもチェックアウトしてるし荷物ここにあるし1ヶ月分の荷物ありますみたいな状態でどうするって言われなって、じゃ ラウンジにステイしてってくださいって言って、ラウンジ着いた瞬間出ました、ね、でその頃多分私は日本にいたけどテキスト受け取って首都ケミがフライトキャンセル待ちしたから1日遅れますみたいな。やっと着いて、でフランクフルトの乗り継ぎもなんかごちゃごちゃあったんですね確か、うん、で遅れに遅れてやっと着いたのが3日目終了してみんな打ち上げてる時みたいな打ち上げに合流なんだこれ分からないです。上がってる時来た。それが第2位でしょ。第2位。1位は2019年。19年、翌年じゃん。2020年。コロナが2020年でしょ、うん、2020年の1月。コロナ前。コロナの直前、もう中国では始まってるって話になって。うん、でそんな時期だったか。そうそう、1ヶ月、またこれも長いキャンプ終わって1ヶ月で。で日本に帰る便で、ロサンゼルスから日本だったんですよ、うん、でフライトとしては短い、ね、短い便でもうすぐ9時間ぐらいで飛んで、でしばらく経ったら機長からのアナウンスで今からこの便は着陸しますとか矢印で、はいみたいですけどまだまだなんですけどみたいな感じで言って、海じゃなかったんだよね。そう着水じゃない、アラスカに着陸しますってなんでと思ったら、お客さんの一人が客室乗務員をぶん殴って酔っ払っててぶん殴って、で着いた瞬間警察入ってきてその人が連れて帰ってでアナウンスがまた入って2時間1時間ぐらいで飛べると思いますって言われて待ってるじゃないですか、うん、そしたらフライトクルーのタイムアウトになっちゃって、でもうこれ以上の勤務はできない時間、何時間までって、そう何時間までって決まりがあるじゃないですか。でもうこれ以上は勤務できないってなって、新しいクルーが来る探しますってなって探せなくてアラスカにステイ、もう
100何百200人ぐらい、要は、でみんな LA から来てるから半袖短パンなんですよ、真冬のアラスカに。普通に死ぬ、やばかったっすマジで。本当だって空港を出てバスまで歩かされてとか、みんなマジで半袖短パンなんかこんなになりながら。そういう時はホテルは取られてる、取ってもらえるんですけど、その移動が、そうそう移動がとか、移動までは別に、だってコートまで出してくれない。いや、私は覚えてます。だってあの、アラスカに着陸していますっていう連絡が来た時に、何してんのって、なんでアラスカって、そう、衝撃的だった、飛行機を1日遅れますって、衝撃的だった、ね、飛行機運ね、どうしよう、どう、なんでだろうなって思う。毎回なんか写メ送りますもんね、帰ってあの合流する仲間たちに、うん、すいません、キャンセルが起きました、うん、すいません、ディレイです、フライト、フライト、ディレイキャンセルとか買ったのが2時間、あんま悪くないね今回はみたいな、2時間ぐらい飛ぶならいいじゃん。私もさ、結構飛行機はアメリカに行った時に運悪かったので、あのダラス空港で帰れなくなるのが良かった、止まってたんでしょ、うん、いやダラス空港、その以前住んでたところコーパスクリスティ、すごく小さい空港しかないから絶対、まあ、ダラスとかを経由しないとどっかに行けないけど、コーパスクリスティからダラス、ダラスから例えばオマハとか飛行機で飛ぶけど、帰ってくるときに例えばオマハからダラスで、ダラスで天候が悪くて次の飛行機が飛ばないとか、そもそもオマハからの便が遅れてきちゃって最後のコーパスクリスティ最初に乗れないとか、やだダラス着いてあれってなって、何回かいろんなことしたことあるけど、ダラスに着いてあれってなって空港の椅子で寝たこともあるし、うん、で空港で実は用を貸すときはなんかすごい簡易ベッドってことじゃないけど出してくれるんだよね、うん、お願いとかすると、あれで寝たこともあるんですけど、要は空港で2回ぐらいは用を貸したことあるけど、あれ全然寝れなくて、あコットみたいなの言いますね、なんかあのなんかキャンプ用のった、そうそうそう、なんかメッシュの布みたいな、あれ全然寝れないよね。あと空港明るいし人も時々動いてるからすぐ起きちゃう。それはだから要は2回ぐらいやってちょっとホテルにも泊まった方がいいなと思って、ホテルに泊まったりするようにもなったけど、とはいえ夜中すぐ朝着いてホテル行ってなんかモーテル6とかあるとこ泊まって、でまた次の日の朝ダラス戻ってきて、不幸気運とかじゃないんだけど、うん、最近もあったじゃないですか、あのホンジュラスで試合が終わりました、これから日本に帰ります。マイアミ経由で帰ります。本日は朝一、朝6時に出て、うん、マイアミに着いて、マイアミからヒューストン、ヒューストンから LA、LA から日本、で日本で検疫で3時間、4時間かけてあの出ました。政府のホテルに3日間隔離。もうこの40時間ぐらいかけて、やっとホテル着いたんで。ひどい時は本当にすごい狭いホテルでしょ。ガチャッと開けたらもうベッドがあります。そこに3日間支給されるご飯、支給されるよ、もうベッドがもうもう見たことないよ、ベッドが登場しますから、ね、ある意味楽しみだもん、今日こんな日だったんだけど、みたいな、もう衝撃的、ロールパンって言ってたけど、ロールブレッドみたいなあるじゃないですか、ロールパンに切れ込み入れて卵焼き入ってるんですよ卵焼きロールパンって何、衝撃的でしたね、あれは。これはさ、今まで一日食べたことないご飯が支給されてるから。痩せます、げっそりしますもん。卵サンドとかじゃないのね。もう、いや、卵サンドじゃある意味。まあ、いわゆる卵サンドイッチじゃないじゃん。全然違いますね。ま、う、た、ん、ちょっと別のクオリティ。見たことないものが。しかもマヨネーズ嫌いじゃないですか。マヨネーズ嫌い。もう、マヨネーズ嫌いで、マヨネーズはあまりつけてほしくないけど、なんか、お弁当にマヨネーズここだけつけときゃまあわかるけどがちょっと勢い余ってなんか斜めにベーってついてるとか全部食えなくなるとか、あ終わったみたいな、漬物が中でビャー拾ってるとか、俺の中で漬物のちょっと侵食されてるやつそうそうそう、そんな運もあるよね、そういうの、そうだ、お弁当、お弁当思います。最近良くなってるような気がする、そうなの、お弁当は泊まるところに読むでしょうね。そうなんですね。最初やば。じゃあ、やっぱりじゃあ、実は強運の持ち主ってことで。
今日の持ち主。今日の持ち主ということで、今回のこのエピソード終わりたいと思います。